皆さんお疲れ様です。ゆうぎです。今日はですね、あのホスト界の帝王こと大人気、ローランドが元祖カリスマ、ガクトと関係を立つということで、これが今話題になってるんですけど、どういった内容かと言いますと、ガクトとローランドでドレスラグジャリーブランド G&R を発表したんですけど、この販売を目前に商品デザインの模倣疑惑を認め、これに伴い商品の販売が中止しました。 これにより、ローランドがツイッターの方で、この G&R との契約を解除したことを発表しました。これにファンからは、ふざけるな。GACT と関係を切って大丈夫なのか。どっちもうさんくさいんだよな。GACT とは関わってはいけない。GACT は詐欺師。この二人、会うと思ったんだけどな。といった声が相次ぎました。これについて思ったのが、疾風のローランドだなって思いました。なんでかって言いますと、先日会見したばかりなんですよね。 12月16日発表して、そして昨日12月20日に契約を解除するということで、めちゃくちゃ早いなって思いましたね。このぐらいのスピードで渡部健さんも動けてたら、また違ったんじゃないかなって思いました。このローダンドさんのすぐの契約解除、そして謝罪、すごい良かったんじゃないかなって思います。やっぱりこういった不正など、悪いことは発表するのが遅くなれば遅くなるほど悪くなるので、 このスピード感はすごい良かったんじゃないかなって思いました。そして、ローランドさんとガクトさん、お互い、キングなんですよね。キングキング、王様同士なので、愛想に見えて、ちょっとローランドさんの力が出せなくなっちゃうんじゃないかなって思いました。ガクトさん、結構、射程、古文に従うんですよね。なので、ローランドさんは、ちょっとそういうのは嫌だったのかなと思いますし、 まあ光と闇。ローランドさんが光で、ちょっとガクトさんは闇がちょっと深いですね。やっぱりまあ今まで芸歴も長いというのもありますけど、悪い噂もすごいありますし、プラスガクトさんはビジネス全般うまくいかないのかなって思います。前の仮想通貨もそうですし、ちょっと悪い噂が多いので、まあここでローランドさんが引いたのは良かったんじゃないかなって思います。ヨシキさんもガクトさんと距離を置いたみたいなので、まあやっぱり何か あるのかなって風には思っちゃいますよね。まあただ個人的には g a c t さんの音楽とかすごい好きなので、まあ r o l a さんには自分だけのキングダム作っちゃった方がいいっすね。